本でこの人しかできない鉄棒技が数々あります。日本最高の鉄棒職人、植松浩二です。どんな演技を期待しますか？そうですね、伸身のコールマン、小鉢からのコールマン、そして屈伸小鉢、すべて決まれば、16点も見えてきますので、それを決めてほしいですね。鉄棒一本で勝負、はい、16点を超えるようなスコアが求められます、はい、まずはカッシーナ、はい、取りました。そしてここから小鉢コールマンと続けてきます。小鉢連続してコールマン、はい、取りました。 いいですね、一番いいところで持ちましたね、はい、そして屈伸の小鉢、屈伸小鉢も取った、はい、ここまで姿勢に乱れはありますか？ないですね、綺麗に決めています。はい、はい、今回は鉄棒1本、いい、あ、ちょっとあっと乱れた、斜めになったが、ここも危ない、ここで姿勢が乱れましたが、なんとかこらえた。そうですね、ただあの姿勢の乱れは減点につながりますね。ちょっと今のは減点の対象になりますね。はい、今回は構成の難しさをこれでも少し落として、はい、綺麗さで勝負したいと言っていた上松ですが、はい、離れ技を全て決めた後に乱れがありました。しかし最後の着地止めてほしいです、はい、ここは降りで止まった、はい、伸身のムーンサルト、しかし離れ技の後のひねり技、そうですね、乱れがどう点数に影響するか、はい、離れ技が非常に良かっただけに、はい、いやー少しもったいない感じですね。そうですね、いやただ途中このまま落下もあるかというぐらい乱れたんですが、はい、立て直しましたね。ですね、あそこは執念でしたね。そうですね、この小鉢とコールマンは本当に2つとも一番いいところで持ってますね。はい、この植松ならではの連続離れ技を綺麗に決めてきました、はい、この後の屈伸小鉢までほぼ完璧でしたよね。ああ少し、はい、シュタルダーリバルコの後に、はい、体が歪んだまま移行に行ってしまったような感じですかね。そうですね、離れ技もありますがひねり技も実は難しい鉄棒です。はい、植松のスコアは 15.350 トップですが、この人としては伸びない得点になりました。そうですね、